はい、皆さんこんにちは、ひろきです。今回はですね、冒頭に聞いていただいた2つの音についてです。この2つの音って1つのブロックを使ってこの違いを出してるんですね。まあ簡単に言うとモノラルの感じかステレオの感じか、まあそれを言うとかなり語弊があるんで何とも言えないんですけども、まあ音に広がりを出すっていう意味ではまあ当てはまるのかなと思います。これどうするか、あの最近のですね、曲、音作りの時には私はよくやる方法なんですけども、もう一回やってみますね。これなんですよ。これ。この音を、全然違うでしょ。結構その、コアのデフォルトで入ってる音ですね。まあ、タッチサウンドの中ではよく使われてるんですが、なかなかねこれ使ってる人が少なかったんで、皆さんにもしご存知なかったらいけないと思ってというか、おすすめの使い方なんで、覚えていただければと思います。これディレイ、マスターディレイの中にあるパンなんですよ。パンってなんか左と右にガンと分かれそうなイメージがあるんですけど、そうじゃなくてそれをタイムを短めで使うんですね。例えばこれタイムをガッと上げると、まあいかにもディレイというどんどん上げていくと、ほら右左に分かれるじゃないですか。これをね50で使うんですね。50以下の方が正しいですかね。1とかだと分かりづらいんで、やっぱ50なんですよ。ディレイが原音の感じを邪魔しないじゃないですか。もうちょっと短くてもいいかなという感じですね。40とかでもいいですけどね、まあまあ50ぐらいで、これがベストな感じですね。で、フィードバック0、ハイカット、フラット、E レベル50、モッドレート50、モッドデプト0、ダック SNS 50、ダックプリ0、ダックポスト0、タップタイム50、D レベル100という、こういう設定で使ってるわけなんですね。あ、すみません。この辺はちょっと無視してください。はい。はい、という感じで設定すると、この、広がる感じ、これが手に入れれるわけですね。はい、これ結構ね違うので試してみてください。あとこのパン以外でもステレオとかあるじゃないですか。アナログとかもいろいろありますけど、それだと音の広がりはどうなるのか、これも比較しておきたいと思いますので、ちょっとガーッと鳴らしますので聞いてみてください。はい、という感じでございます。まあ他にはですね、このスペース EC も少し近いような感じもしますけど、パンと比べたらね全然違いますよ。ほらこの上にも左にもこう抜けていくような感じ、これが得られるのがパンであると。特にレコーディングでコアを使われる方なんかはもうこれ絶対入れた方がいいと思いますね。歪みと合わせてもすごいいい音がしますし、音の雰囲気も全然違うんで、すごいおすすめです。はい、という今回は
まあ、面白いリレーの使い方でございました。またですね、こういう面白い使い方があればですね、逐一上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。